南春ゴサウルスは、白秋に、現在の中国に生息した、テリジノサウルス類の重脚類恐竜の属である。現在のところこの属には、タイプ種の N ブレバスプイネスと、もう一種 N ボールニーが含まれている。復元図タイプ種南シャインガソリスブレバスプイネスは1979年に、東園妙により命名、記載された。属名はナミオにちなんでいる。 種商名は、ラテン語で、短いという意味のブレビス、トゲという意味のスピーナから派生したもので、短い椎骨のトゲを反映している。ホロタイプ標本、アイボップ V4731 は、関東省の大坪鎮近郊にあるユアンプ、フォーメーションの白亜紀後期カンパニアンの地層から、発見された。この標本は頭骨を書き、11個の椎椎、10個の銅子。 六個の潜椎、そして分厚い骨盤からなる部分骨格である。この化石は最初、他の竜脚類に比べ短く厚い首という特徴から、小型で奇妙な竜脚類であると考えられた。1997年、トウ東都カイロは1992年に馬産,産、ン金ウで発見された骨格に基づき二つ目の種、南インガソリスボールニーを命名、記載した。種名は、 スウェーデンの古生物学者、ビルエル・ボーリンに、懸命されたものである。ホロタイプは、アイボップ V11116 で、上部森民舗装軍の白秋前期バーレミアン、アプチアンの地層から発見された。この標本は11個の頸椎、5個の背部の椎骨、といくつかのあばら骨のみで構成される。とというは、 何の証拠も支持する論証もなくこの死を南春ゴサウルスの種としてしまった。共有派生形質の欠如を鑑みて、ユニークな特性を共有するものエのヌブレバスプイネスと大きく年代が異なるため、一般的には第二の種はおそらく独自の属のものであると考えられている。グレゴリー・ポールは2010年にエヌブレバスプイネスを体長5メートル、体重600キログラムと推定した。 この種は独特の12個の頸椎を持っている。潜椎の数は最初5個とされたが、後に6個と修正された。ナンシャインガソリス・ボールニーはより大きく。エヌ・ブレバス・プイネスは1979年に、塔より竜脚類であるという憶測のもとティタノサウルス、赤とされた。1992年に、この種はセグノサウルスカとされたが、 このトガは川京テリジノサウルス化と呼ばれている。しかしながら、東は1997年にこの属の領主を分離して南春ゴサウルス化とした。分岐学的解析によれば、エヌブレバスプイネスはテリジノサウルス化の規定部に位置されるか、もしくはその外群であるテリジノサウルス上下の規定に位置される。2002年の女性による厳密な定義のもでは南春ゴサウルスは テリジノサウルス科である。ありがとうございます。